アトラ好きの皆さん、こんにちは。矢野屋のちーぼーです。いや、前回の矢野ラジからね、だいぶ時間が空いてしまいまして、すいません。なんかね、この年末になるといつもバタバタし始めるんですよね。そんな時にちょっとまたね、なんか咳が止まらない、なんか謎の病気が発症しまして、で、まあ、それに対応に追われていたというね、感じなんですけど、いやね、なんか病院行くとね、めちゃくちゃ薬の種類出されますよね。僕なんかもういつも飲み忘れるので、あんまり出さないでくれって感じなんですけど、普通に飲めと怒られました。うん。なんか毎食ね、なんか漢方2種類と、あと薬4種類、うん、で寝る前にも2種類ぐらい飲まなきゃいけない状態ですしね。まあまあまあ、そのおかげでだいぶね、調子は良くなってきたので、咳が出づらくなってきてるんですけど、咳マックスで出た時は本当にもう夜中中ね、寝れないぐらい咳出しまくってたので、で隣に寝てる妻がうるせえということで怒られまして、でそこからリビングでね、ずっとコットとキャンプ用の僕のいつも使ってるコットと寝袋でこう寝るっていう生活がしばらく続いてたんですけど、まあ、そろそろ普通にベッドで寝れる時期が来そうですなので、まあそれはそれでね、楽しいっちゃ楽しいんですよ。台風の時にね、外がめちゃくちゃブワーってこう風吹いてて、あ、停電するかもねみたいな時に、キャンパーだったらキャンプギアこうそそくさと持ってきてさ、アルコールストーブだったり、なんかストーブだったり、なんだよくわからないものをいろいろ持ってきて、照明にできるねみたいなことをウキウキしながらやるんだけど、結局停電しなかったみたいなね、そういう時皆さんもあるでしょ。うん。まあ小学校の頃から経験してきたあれですよ。なんかそういうのが来ると、災害が来るとちょっとワクワクしてしまうというね、不謹慎ながら、それと同じような感じで、僕はリビングで、寝袋で最近寝てたというね、まあ家の中で寝袋っていうのもまあ悪くないですね。結構あったかい、うん、普通に布団で寝てると、布団がこうずれてね、お尻出ちゃったとか足が出ちゃったとかでね、寒って起きる時あると思うんですけど、意外と寝袋で寝るとね、そういうこともなく朝までぐっすりっていう感じなので、意外と体力は回復してたのかなっていう感じですが、まあただやっぱりね、一人でリビングで寝るのは寂しいということで、ちょっとそろそろベッド復帰します。はい、そんな感じでちょっとバタバタしてたので、まああとは取りためてるものとかね、案件的なものとかいろいろこうあったりはしますんで、ちょっと年始落ち着いてからいろいろ動画の方はまたさらにね、パワーアップしたものを出せるように頑張りたいなと思ってますんで、もう少々お待ちいただければと思います。はい、ということでメール今日も届いております。ちーぼー、久しぶりです。前回のメールから時間が経ってしまいましたが、相談に誠意を持ってサプライズで応じてしまったことを感謝したかったです。この方は、なんて呼んでたかな、いつもね、なんかあんまりペンネームを送ってきてくれない方なんだけど、マックさんっていう、マックさんっていう風に呼んどきますね、一応ね。この方ロシア語専攻のなんか学生さんで、なんか以前からメールとかくれてたんですけど、なんかちょっと進路に迷ってるみたいなね、っていうところで、僕のチャンネルによく出演されている研究家の方ですね。はい、安近さんをお呼びして、ちょっといろいろスペシャルゲスト会ということでね、やったんですけど、選択をね、自分の選択を尊重しましょうというねことをやったんですけど、その動画のことですね。実は最近チーボーの動画から少し離れていました。残り数ヶ月を残す中で、周りとの比較に走ってあれやこれやの選択をしているうちに見失ってしまって、そんな、視野が狭まって消沈している時にふと動画を見て、立ち返るとともに自分の方向が一つ定まりました。最終的にチーボーに始まりチーボーに終わる、かっこ笑い。まあ私に終わってほしくはないんですけどね、これからが始まりだと思うので、ところで最近木を途中までくり抜いて鍋代わりにして下からくべて焚き火を兼ねる動画を見ました。海外のブッシュクラフターでしたが、あの突飛な発想は本当どっから出てくるのか。多分あれかな、木を鍋代わりにしてそのまま焚き火に投入するみたいな感じのものなのかな。ちょっと僕は見たことないんですけど、まあね、まあ僕も結構いろいろ発想っていうのを一からしてるように自分の中では思っているんですけど、実は昔の人がやってたみたいなことも何個かやっぱあったりはしますんで、なのでブッシュクラフトでね、いろいろ発想をこう持つときに、動画とかを見るのもいいんですよ。海外のね、ブッシュクラフトの動画を見る
ていうのもいいんですけど、まあまあ、 あの昔の人がね、実はもうやってたとかね、昔の人の暮らしっていうのを、いろんなこう文献を調べるまではいかないですけどね、まあ、それも YouTube とかいろいろこう歴史とかを調べてみると意外と、まあ、野生の中でどういうふうに暮らしてたのかなみたいな、そのバイキングの生活とか昔の江戸時代の人の生活だったりとか、まあ、あとゴールデンカムイとかでもね、あの北海道の方ね、この荒野の中でどういうふうに生活していくのかみたいな、あれもブッシュクラフトの発想の知恵が詰まっていたりするので、まあ、そういうのもまた見てたりしますね、キャンプ動画だけじゃなくて。なんでそういうのもいいんじゃないでしょうか、うん、では次ですね。ラジオネーム今町会議さん、いつも動画楽しく見ています、ありがとうございます。今回の動画の野営地は森の中で川の音が心地よい場所でしたね。美しい映像と、音に、癒されました。そしてステッカー届きました。今回2回目だったので新しい方のステッカーを送っていただきました。新ステッカーも矢野ラジステッカー同様かっこいいです、ありがとうございました。ギアボックスに貼って早速キャンプツーリングに行ってきました。今回は国東半島の国見に行ってきたのですが、暑くもなく寒くもなく快適にキャンプできましたと。ありがとうございます。まあ、キャンプツーリングいいですよね。まあこの時期はもう結構キャンプツーリング辛くなる時期だと思うんですけど、まあ車がね欲しいなと最近もう常に思っているわけなんですよ。できればあの四駆の、なんだ軽みたいなのあるじゃん。あの僕もあんま詳しくないんでわかんないんですけど、四駆版の軽版っていうのかな、あの郵便配達のあのバンみたいなやつ、っていうのとかね、あのそういうのとか欲しいなとか思ってはいるんですけど、まだちょっと車に全然明るくないのでこれから調べる段階ではあるんですが、まず免許だね。そう、僕免許ないのよ、持ってないのよ。お前はまずちょっとそこからやり直せと言われそうですが、まあちょっといろいろ車キャンプとか、車中泊系をね、詳しい方はぜひなんかちょっといろいろ教えてください。はい、ということで、次ですね。○○○さんですね、こんばんは、○○○ですと。前回動画、寒さ対策、大変参考になりました。特にアウターについては速攻でポチっちゃいました。お、よかったですね。今、冬野営のパンツを悩んでおります。インナーはメリノウールにしていますが、チーボさんのおすすめのパンツがあれば教えていただけると嬉しいです、よろしくお願いしますということですね。うん、おすすめのパンツかな、うん、パンツはね僕は、これ前も言ったかな、あんま気にしてないです、うん、意外と登山とかだったらもうちょっと気にしなきゃいけないと思うんだけど、まあその動いてね汗かいて、まあ、寒くなるみたいなこともあると思うんだけど、普通にキャンプブッシュクラフトぐらいだったらもう汚れてもいいようなもうパンツでいいと思うんだな。あのストレッチ素材の効いたね、僕はユニクロです。はい、それが一番こうコスパいいし、あのストレッチも効いてるし、まあ焚き火で焦がしても何も気にすることないので、はい、まあ、ちょっとこうパンツに関してはね僕に聞かない方がいいと思います。はい、あの基本的にでも登山用品系のそういうストレッチ素材のパンツとかだったら十分性能はあると思いますので、まあまあまあそこら辺で探してみてはいかがでしょうか。はい、次は、ラジオネームえきちゃんさん、ちゅうぼさんこんばんは、こんばんは。先日阿蘇の近くにある、古代遺跡押戸石巨石群を見に行ったんですが、トイレあたりのテントサイトも300円で使わせてもらいました。へー、そんな場所があるんだ。おかげで阿蘇や九十、これ なんて言ったんだっけ、祖母さん、ごめん全部の名前は僕は詳しくないんだけど、九州って読み方難しいの多いからさ、見渡せる丘で、夕景でいいんだっけ、いや星空の、写真を撮ることができましたと。ここまで良かったんですが、深夜2時くらいに車がやってきてエンジンをかけたまま大声を出して外を走り回る男女が居座りました。すごいね、お化けじゃないといいけど。市街地からかなり離れたここに来て、わざわざ騒ぐのなぜなんだ、常識がわからない人に注意しても逆ギレされるだけなので黙ってました。やっぱ誰も来ないところで野営がいいですね、うん、まあね、キャンプ場とかそういう観光地系とかはね、そういう人はいらっしゃると思いますので、まあ、ただ山の中行って騒ぎたい気持ちっていうのはまあわからんでもない、うん、
まあ僕もその20歳そこそこの自分はそんなこともやってたような気がするしね、なんだかんだキャンプ場で宴会的なものもしてたと思うのでね、まあ今やるとちょっとこういろいろ炎上しそうだからね、ちょっとまあ良くないとは言っておきますけど、若いやつはそういうやつ多いよ、うん、まあなので本当に静かに過ごしたい場合は野平地っていうのは最強かなと思います、うん、あとは自分の山とかね、うん、まあ、それも野平地と同じか、はい、次ですね、これは前なんかメールくれたザ・野平くんっていう方がねちょっと何通か、来ているんですが、ちょっとこれ1個選ぼうかな、はい、なぜかこういろいろな名前をつけて送ってくるというね、よくわかりませんが、どうもこんにちは、いつも楽しく、拝見させていただいております、ギラギラヤエベと申しますって名前を別に変えるっていうね、あの前のなんだ散髪屋のおっちゃんみたいなことやってるけど、電車で八重地に行きたいのですが、電車で行くのはバージンなのでどのあたりの山なら駅からそんな離れずにいい野営地を探せるかをご相談したいのですが、チーボーさんの野生の勘でお答えいただけるとありがたいでやす。どうだろうね、別にどこでもいいんじゃない、うん、まあ、この方がねその関東圏なのかどうか分かんないんですよ、僕関東圏なんでね、この方がまた別全く別の場所だったら何もできないんですけど、まあ、まずは Google マップで探すのがいいんじゃないですか。で、まあ、電車だけで行けるっていうのはちょっと難しいと思うので、多分電車で行った後バスで近くまで山のふもとの方まで行くことになると思うんですよ、大体どこもね、うん、なので、まあ、まず Google マップでなんか野営地探してみて、でその近くにその国道沿いとかになるのかな、まあ、県道沿いとかに大体走ってると思うんだけど、バス停があるかどうかっていうのを見て、あここバス停があるから一応行けるな近くまではっていう風に、まあ、逆算してね考えてみたらいいんじゃないですかね。まずそのバス停とかバスでどこら辺の山なのかなっていうよりも、行きたい山を一回調べて八重地 Google マップで調べて、で近くにバス停あるかどうかで決めるみたいなね、感じになってくると思いますので、ちょっとどこがどこっていう話はちょっとあんまり僕もできないので、あのまあ普通にバイクでいつも行くんでね、 あんまりそんなに電車で行くことはないから、なのでまあそういう風に調べてみてはいかがでしょうか。僕もねたまに行くところはやっぱりそのバス停が近くにあるっていうことで、まあ人連れてったりとか、まあ子供連れてったりとか、あの僕前さっきも言ったんだけど車免許持ってないんでね、はい、あの早くレンタカーで行けるようになりたい。はい、次ですね、こんばんにちは、こんばんにちは、前回初投稿で読み上げありがとうございます。前回間違ってチーボーさんのことをチンボーと誤り、まあ、これわざとやってたよね、ペンネームチンボーくんとなりましたので、今後チンボーやえーくんでお願いします。まあ、やえーくんが2人増えたけどまあいいや、チンボーやえーくんですね、はい、わかりました。今回はチーボーさんの動画を、遡って見てたのですが、八重地探しで避けるべき危険な箇所3選で心霊スポットやら暴走族過去パリピが集まる場所などを取り上げられていましたが、自分はどちらかというと丸々神社とか、丸々神とか丸々神社丸々城跡など近くにある方が怖くて避けて しまいます。実際自分が住む地域では猿、イノシシ、タヌキ、これタヌキでよかったっけ、あタヌキだよね、獣編に悟ってタヌキの方だよね、うん、タヌキ、ウサギ、イタチ、シカが主にいるのですが、野生動物より神と名乗る、名所の方が怖いです、うん、どうしても滝の近くや川が流れる場所が好きなので好んで探すのですが、これもまた不思議と丸々神や丸々神社って名所が近くにあり八重地探しにぶるってしまいます、実際行って八重してみればどうってことないと思いますが、チーボーさんは、神かっこ神社鳥居などの神々の、名所は気になりますか。自分は根っから日本人なので古き良き風習などを重んじるタイプなので、これからも古き良き日本を大切にいきたいと思います。日本国民にサーチある、だいぶなんか信仰心 の強い方のようですが、まあまあまあそうねまあそういう神社とかが近くにある場所も確かにあるっちゃあるんですけど、僕が行ってる八重地の中で、うん、だけどそうだな、
まあそういう歯石系はちょっとは気にする、うん、でまあちょっとは気にするんだけど、でも真横とかその真上真下とか、あのそういうすげえ神社がの敷地内じゃねえかぐらいの勢いの場所以外はまあ別に行けるかな僕はね。もちろんなんかちょっと怖さはあるんですけど、でも実際行ってみて、まあ、僕もそんな霊感がある方ではないんですが、なんか森の感じがちょっと薄暗かったりとか、なんかその野営地としてまあちょっとジメジメしてるような場所っていうのもあってたりとかして、そういうなんて言ったらいいのかなまあ史跡が実際にあっても怖いんですけど、まあそこのなんていうか雰囲気というかバイブスみたいなのが、バイブス上げてこうぜみたいな感じになってない場所っていうのはちょっと避けるようにしてますね。うん、なのでまあそういうのってまあいわくつきの場所だったりもすると思うんだけど、どうだろうね。まああとはあれかな、神社とかそういうなんていうのお寺とかっていうところに、なんかむやみに僕は行かないようにしてますね。あ、実際何が祀られてるかよくわからんっていうねこともあると思いますんで、まあ邪神さんみたいなのがねいたとしたらちょっとやばいことになるかもしれません。まあそこまで僕はバリバリ信じてるわけじゃないんですけど、うん、まあまあそう思うんだったら多分行かない方がいいと思いますね、うん、相性が合わない場所っていうのもあると思いますんで、まあ実際はまあなんとちゅうことはないと思うんだけど、まあその森の感じが綺麗なのであれば、でこう行った感じで、あここすごく感じがいい場所だなって思ったんだったら、そんなに僕は気にする必要ないかなとは思ってますけどね。うん、まあ神社とかあっても、それがなんていうかな、なんか災害があってそこのをその災害のまあ慰霊とかも含めて自鎮してるとか神様を鎮めてるとかっていう場所もあれば、実際そこがすごく清い土地で、そこに立つのがいいっていう風にされて立ってるっていう場所もあったりする、いろんな場所があると思いますんでね、まあ、だ神社とかお寺の敷地内はやめましょう。はい、まあまあそんぐらいかな気をつけるべき場所は。はい、次ですね、こんばんは、こんばんは、チーボーさん、いつも楽しみながら聞かせてもらってますナチュラルキャンプです。先日のダイヤフォート TC レビューを拝見していました。レビュー、一つ前の動画に使用していたので気になっていろんな人のレビューも見てみましたが、オートキャンプには良さそうなんですが、変則的な形とあって使用によっては、デッドスペースがかなりできてしまいます。そうですね、チーボーさんの野営目線での、でもかなり参考になるのでいいですね。次回の野営動画も楽しみにしていますのでよろしくお願いしますということですね。ナチュラルキャンプさんありがとうございます。そうね、ダイヤフォート TC ね、実際使ってみた感じで言うんだったら本当まあ野営には向かないかなっていう感じだったんですけど、まあ普通になんかなんていうかな、なんとか丸々ベースみたいなとこあるじゃないですか。まあまあ野営地、準野営地みたいな場所とかはまあ普通にこう平たい場所が広がってたりとかしますんで、そういう時に持っていくのは全然いいかなっていう感じだと思います。はい、まあ、参考にしていただいてありがとうございました。次ですね、チーボさんこんばんは、矢野ラジ毎回楽しく聞かせていただいているセローです。チーボさんが今年4月頃に商品レビューをしたジェントスのヘッドライトガンビットを、ガンビットを1ヶ月ほど前に購入しました。購入当初はチーボーさんがお話ししていたメリットがいまいち分かりにくかったのですが、先日のキャンプで使ってみたところ使いやすくとても、使いやすくてとても気に入りました。特に赤色 LED が、暗闇になるために優しく、眩しさを軽減しつつ手元がよく見えるので良かったです。いい商品を紹介していただきありがとうございました。良かったですね、うん、使いやすいでしょ、うん、良かった良かった、安いしねガンビットね。余談になりますが、父が仕事で使うヘッドライトが欲しいとのことで今回のガンビット購入に至ったわけですが、注文の時に2個頼んで1個しか発送できない旨のメールが届きました。調べてみるとジェントスさんがガンビットの販売を終了し終了しちゃったな、メーカー在庫なしとのことです。仕方なく父は同じジェントスの別のヘッドライト、CP195DB っていうのがあるんだね、うん、を購入したことになりましたその。ヘッドライトは機能
明るさの面ではガンビットに劣りますが、ガンビットよりも軽量で、なおかつ、単3電池1本で駆動するのがなかなかの魅力でした。ガンビットが販売終了とのことなので、市場に出回っている今のうちにもう一つくらい予備として購入するか、別の良さげなヘッドライトを探すか考えています。もし良さげなヘッドライトがありましたら、また商品レビューをしていただけると助かります。それでは失礼しますということですね。お、なんか、あ、これね、うん、よく見るやつだ。うん、まあそうなんだよね。そっか、ガンビット終了しちゃったのか、残念だな。また僕ももう一個ぐらい予備で持とうかなとかって思ってたんですけど、うん、まあヘッドライトはね、まあまとめるとですね、あんまり高いものは必要ないと、うん、そしてできれば電池式のものが使い勝手いいと、うん、充電式のやつって結構すぐね、充電なくなっちゃって気づかないうちにあれっつってね、夜真っ暗闇になっちゃったみたいなこともありますんで、あと赤色ねの LED がついてる、やつの方が、まあ、夏キャンプとかの虫が寄ってこないっていうことにもつながりますんで、それでちょっと基準選んでみていただければと思います。また何かあったら、はい、レビューします。次ですね、ちょっとここら辺で最後にしとこうか。ラジオネーム、イワナエムミケロさん、チーボーさん、お疲れ様です。ステッカー届きました。あ、よかった、ありがとうございます。最近キャンプに行きたい気持ちはありますが、なんかやる気が出ません。行ってしまえば楽しいの確定なのですが、どうかやる気を注入してください、お願いします。うん、たまに僕にやる気を注入してほしい人来るよね。何なんだろうね。まあ動画を見てくれまあまあそれもそうなんだけど、まあやる気がないときは行かなきゃいいんじゃないの、うん、って僕は思うんだな、うん、まあ、僕もねできる限りそういう風に考えるようにしてる。まあちょっと動画が飽きすぎると良くねえかなっていうのでね、無理やり行って、まあ結局楽しかったみたいなことも確かにあるっちゃあるんだけど、まあ普通に趣味で行く分だけだったら行きたくないときはね行かない方がいいんだよ。で別の趣味だったりとかね、いろんなことやってて、でなんかふっとね、あ、行こうって思う時が多分必ず来ると思いますんで、そういう時に行った時の方がもうね一番楽しいから、あのオナキンと同じです。はい、ではですね、まあここら辺にして、ちょっと今日の話題なんですけど、まあ今話題のですよ、クマさんですね、森のクマさんですよ。やつらがすごいということで、まあもうそろそろね収まってきてはいると思うんですけど、やつらの話をちょっとしてみようかなと思っております。まあこうね、あの今日もこういうあのちょっと獣の話をするときは獣の気持ちになってみようということで、昔もこれ着てねクマのね対策の動画撮ったと思うんですけど、まあ何がね変わるわけではないんですが、ちょっとこうあんまりこいつ意外とね着る機会がないんだよね。うん、なんかこう意外とねこうあったかいように見えて、こう中シースルーみたいな感じでね、こうスッカスカなので、この下にダウンとか着けないと冬は着れない。で温度的にね、あの秋口に、着るのにちょうどいい温度 あのちょうどいい性能なんですけど、秋口に着てると暑苦しく見えるっていうね、ことでちょっと今はこれを着てるんですけど、はい、まあこの獣の気持ちになって今日はお話ししていこうかなと思っております。何かっていうとね、まあやっぱ僕もこう野営地に何度も行ってて、まあ言うてクマはねツキノワグマ1回ぐらいしか見たことないんですよ。まあ野営地って言っても、まあ野営地じゃないな、上高地か、うん、あのアルプスの方でね1回見たことがあるんですけど、まあ普段からやっぱちょっと怖さは持って、野営地に行っているわけです。それはね全く怖くないわけじゃないですよ。僕体がめちゃくちゃでかいから、チーボーならクマに勝てそうだねってたまにね、あの野営とかキャンプ一切やったことない人にね言われるんですけど、いや無理だってみたいな。だってさ、バキリも言ってたじゃん、あの本気の猫と戦うには日本刀が必要なんだっていうね、まあ、それは本当か嘘か分かりませんけど、まあ力強いと思うし、無理なわけですよ。こんだけね図体が大きくてもやっぱね、勝てるかって言ったら多分ちょっと難しいと思うんだな、うん、僕は大山マスターズじゃないので、あのそういうちょっと野生動物とはできるだけ戦いたくないわけですよ。ということで、あのそんな、まあ、ちょっと、まあ、普段から怖がりな僕なんですけど、野営地に行くときに、まあ、クマ対策というかね、まあ、ちょっとクマに対して、あとは野生動物に対してもそうなんですけど、どういうふうに考えて野営をしているのか、またはその具体的な対策ですね、僕がやってる、まあ、野営
営者ブッシュクラフターとして、僕が普段からやってるクマ対策、野生動物対策っていうのが、まあ、実際どういうのがあるのかっていうのを今日お話ししていきたいと思います。一応ね、いろんな動画でクマ対策だったりとか、まあ、野生動物の対策だったりとか、そういうことはね、こう断片的にこう、ポツポツとお話をしていたんですけど、今までまとめたものっていうのは特になかったので、まあ、ちょっと今日はクマ対策、その事前の対策と、あとその出会った時にどうすればいいのか、まあ、実際僕もね、出会ったこと1回しかないし、襲われたわけじゃないので、遠巻きに見てただけなんで特に危機感はなかったんですけど、でも、まあ、いろんなこう情報とかを見て、いろんなこう遭遇の体験談とか、まあ、そういうのをネットで調べたりとかして、まあこういうふうに僕はしようというふうに想定をいつもしていることっていうのを、この2つをですね、今日はお話ししていきたいと思いますので、まあ、ぜひちょっと最後までお付き合いください。はい、そうしましたらですね、一応クマのですね、一応冬眠のことですね、知られざるクマの冬眠ということで、ちょっと若干生態系みたいなのをね、お話ししていきたいかなと思っているんですけど、まずクマの冬眠に関しては、まあ、大体12月から4月春先、まあ、またはちょっと寒ければもうちょっと伸びるのかもしれないんですけど、今年暖冬なんでね、まだ12月って言っても冬眠してないクマもいると思います。大体でも12月から4月ぐらいにかけてクマって冬眠するっていう風に言われてて、まあ、それもいわゆる、月のワグマの情報なので、ヒグマだと若干違うかもしれないんです。すいません、そこはちょっと僕北海道在住じゃないので、あんまりヒグマの情報っていうのは入れてもしょうがない部分もあるから、まあ、月のワグマとかのね、情報にちょっと今回絞らせていただくんですけど、大体12月から4月っていう風に言われてて、あくまで目安としてね、考えてみていただければと思います。で、クマのね、冬眠に関してはこれずっとね、眠っているわけではなくって、途中で起きたりするクマもいるらしいんですよね。結構早めに起きて活動再開し始めちゃうとか、またはその眠ってる最中にちょっと起きちゃって、でそこでちょっと水を飲んだりとか、まあ何か食べたりとかので森をうろうろ徘徊してるクマもいるし、全く冬眠するしないクマっていうのも最近ではちらほらと確認されているらしいので、クマは絶対冬眠するっていうね、わけではないことをちょっと気をつけておいた方がいいと思います。なんか普通に蚊とかね、ヒルとかそういうやつらって、まあ大体もう冬になると出てこないじゃないですか。そんなね、まあ、たまにその汚い公衆トイレとかで蚊が出てくることはあると思うんですけど、なんか生き残りがいたみたいなね、ことはあると思うんですけど、大体蚊とかはもういないじゃないですか、もう12月1月とかになると。だけどクマに関しては意外とやっぱその起きちゃっているクマっていうのもいるっていうことで、全部のクマがね、冬眠するっていうわけではないということなので、なので冬になってもクマと鉢合わせちゃったりとかね、することもやっぱ中にはあるみたいです。だからそこはちょっと気をつけていただきたいのと、あとは細かく言うと、なんかなメスグマでちょうどなんか出産の時期が被ったクマは1ヶ月ぐらいなんか遅れるよとか、そういうのもあったりするんですよ。なので12月1月とかだからといって、まあ油断しないようにですね、山に入るように僕は、言ってます、やってます。うん、であとはですね、クマの習性として一応その遭遇しやすいというか出会いやすいね、時間帯、クマがよく動く時間帯っていうのがあるんですよ。それがね、夕方と早朝ですね、にはなぜかクマが結構ね、こう山の中をふらふら歩いているような時が結構あるらしいので、まあまあほとんどないと思うんですけど、野営地探しする時とかにあんまりにもこう日の出とともにとか早朝とか、あとは夕方になってもまだ山歩き回っているとかね、まあ、僕がですよ、うん、僕の方が、まあ、こんな格好しながらお仲間がいるっつってこうね、出会ってしまう可能性もありますので、なのでその時間帯にはあんまり動かないようにはしてるかな。あとはね、山歩きをするときに気をつけていることなんですが、まあ、基本的にはやっぱりね、その声を出しながら歩くっていうのをやってますね。規制を発しながら、まあ、歩くんですけど、まあ、本当はね、クマスズとかの方はいいんですよ。なぜかっていうと、まあ、こんなこう見た目ね、結構体でかいので、いきなりこうね、出会い頭に登山者とかに会っちゃってね、すげえ変な声出してるとビビらしちゃうみたいな時もあるので、ちょっとクマよりも僕の方が怖いんじゃないかなって思って、ちょっとね、すいませんっていうこともね、たまにあります。うん、街でね、生活しててもたまに僕びっくりされるんですよね。エレベーターこう
ガラッと開いた瞬間に僕立てるとね、ヒーって言われたりとかねよくあるんで、 なんだろうな、僕クマじゃねえんだけどなっつってね、あの最近もなんかちょっとそうだな、自分の息子をね驚かそうとしてなんか変な動きしながらウィーみたいな感じで言ってたら、なんかあの僕のマンションの上の方から人が降りてきて、僕ウィーっつってその階段の前通り過ぎた時に、あのちょうど人が降りてきてて、またヒーっつって言われてね、あのなんか階段から転げ落ちそうになってました。すいません本当に。はい、まあ、その話はいいとして、クマの話ですね、うん、それであの一応ね、まあ、そこの歩いてる時とかに声を出しながらやったりとか、あともう匂いですね、やっぱ獣臭って結構あの、まあ、たまに感じることもあるので、まあ、そういうのをちょっと嗅いだらあれっつってこう斜面の上とか見渡したりとか、あとはまあ木に引っかき傷がないかとか、まあ、糞ですね、うん、あとは、まあ、足跡、うん、っていうのもちょっとこうやっぱこう見ながら、あ大丈夫かな大丈夫かなっていうのを確認しながら行くっていうのも、まあ、一つの手だと思いますので、まあ、あとその野営地選びする時もなんか木のうろとか、あの洞穴とか、あの、まあ、木の根返しっていうのかな、あの木の根がこう台風でそのままバリッとこうね外れちゃったところとか、あの大木の下とかね、そういう隙間とかによく入り込んでクマって冬眠したりしますんで、まあそういうところはちょっと避けるようにしていますね、うん、じゃないとやっぱね、それも出会い頭というか、いきなり穴の中から飛び出してきたみたいな話もよくありますんで、まあちょっとそこは気をつけていきたいかなっていうところですね。はい、で一応ですね、まあ歩くのはこんな感じなんですけど、野営地に着いた時にまあやっぱ気をつけたいことっていうのも何点かありまして、あのやっぱそのラジオだったりとか音楽みたいなのっていうのは常にこうかけるようにしています。あの撮影してる時はね、あのまあそんなやっぱ著作権の問題がありますんで、あのかけながら撮影することはできないんですけど、まあ撮影以外の時はずっとこうスピーカーとかでね、ラジオをかけたりとか音楽かけたりとか、まあそれ以外で、まあ、撮影の時とかね合間にこう声を発してみたりとか、するんですけど、やっぱ常に音を立てて、いくことっていうのがやっぱ野営地では重要になるかなと。やっぱその先にこっちがいるよってことをね知らせてあげる方がやっぱまあ人間の振る舞いとしても親切だとは思いますんで、うん、まあ、自然に対するね、まあ野生動物に対する振る舞いとしても親切かなと思いますんで、やっぱちょっとそういう風にしてね、自分の存在を知らせるっていうことが、まあ対策としてやっぱ一番大きなところはそこですね、先にこっちの存在を知らせてあげるっていうことが大きいと思います。あとはそのまあやっぱ食料ですね、まあ、食べ物とか生物っていうのをそのまま放置しておくとやっぱり結構匂いで釣られてきちゃったりとかしますんで、あとまあ食料系とかもね、まあ一応かざしもの方に、置くようにはしてるんです。まあ、山とか大体川の、まあ野営地とかになると、夜になるとこう山の上の方からね、川上の方からかあの川下の方にね、風がこう吹いてくるっていうのもありますので、なんでこう川下の方ですね、流れていく方に、食料を置いて、で川上の方ですね、風上の方で言ってもいいと思うんですけど、にテントを置くっていうことによって、まあ、夜ね野生動物っていうのが、まあ、寄ってきたとしても、まあ、テントのこう外川下の方に、しか寄ってこないで、川下の方に風が吹いてる方に匂いが漂ってるの でそこら辺から寄ってくると、でこれ以上上にはあの匂いがないからっていうので寄ってこなかったりとかっていうこともありますんで、まあ、特に熊の出没地域っていうかね、なんか目撃情報あったところに行くときは、まあ、特に気をつけるようにしてますね。あんまりその真冬1月2月とかになってくると、まあ、あんまり気にしないことも多いんですけど、まあまあまあ気にするに越したことはないでしょうという、もう僕の癖になってますね。はい、であとは寝るときとかにあの煙玉ってあるじゃないですか、あの100均とかによく売ってるやつですよ、あの子供のおもちゃというか花火の扱いになるのかな、あの、まあ、忍者の煙玉じゃないですけど、こう火をつけてね、そうするとモクモクモクとこう煙が立ち上がってくるっていう煙玉っていうのをあのテントの、川上、うん、まあ、いわゆる風上でいいですよ、風上に、怖い時は焚くようにしてます。全部じゃないんですけど、なんかすごいあのガサガサいってるなとか、これ夜になってきてしまうとそれ撤収して帰るっていうのはちょっと難しかったりするんで、まあ、一応一泊はしなきゃいけないと思うんですよ。もちろんねそのままこう
クマがいるみたいな状態だったらもちろん帰るんですけど、なんとかしてね。だけどもうクマはいないんだけど、なんかちょっとガサゴソ音するなみたいな。クマじゃないかもしんないし、まあイノシシとかシカなのかもしんないけど、まあなんかちょっとゴソゴソ音するな、怖いなっていう時は、まあ、その煙玉っていうのをテントの風上の方で焚いて寝るようにはしてますね。結構匂いってずっと、まあ獣に分かるぐらいの匂いはねずっと出続けるはずなので、それを置くようにします。これはまあ知り合いの漁師さんから聞いた話なんですけど、やっぱ普通にイノシシとかシカとかだったら全然あれなんですが、クマってそのやっぱ猟銃の匂いというかね、火薬の匂いって結構わかるらしいんですよ。漁師の匂いだったりするので、それを恐れて、遠くに行くとかってことが結構あるらしいんですよ。なので漁師さんは山に入るとき、熊の多い山に入って漁をするときは一泊するようなことがあったら煙玉を焚いて寝るっていう風に言ってて、まあそれに習って僕もね、怖いときは煙玉を焚いて、寝るようにはしてます。まあそこら辺をちょっとねやってみていただけるといいんじゃないかなと思いますね。あとまあその念のため、まあこれはね戦って勝てると思ってやってるわけじゃないんですけど、自分の心の安心を保つために寝袋の横にナイフとか斧とかそういうちょっと刃物系を置いて、まあいつでも戦えるぞ俺はみたいな状況に、やっていくっていうね、まあちょっと守り刀じゃないですけど、そういう風にして寝るようにしてます。まあこれはやってる人多いんじゃないかなと思うんですけどね。はい、まあこんな感じで僕はねいつもクマ対策をやってるんですけど、まあ幸いまだね野営地で出会ってはいないので、登山の時にちょっと見たことはあるんですけど、まあこれからも出会わないことを祈っているわけですよ。まあ、ただそうは言っても出会ってしまう時は多分出会ってしまうんですよね。本当にいつも行ってる山でもちょっとこうタイミングが違えば出会い頭ごっつんこがありえるかもしれない。そこら辺のやっぱ想定っていうのはやっぱしておいた方がいいと思うんですよね。全く何も想定しないで背中見せて逃げちゃったみたいなことになると大惨事につながる可能性もありますので、ある程度やっぱりこうこういう場合はこうするっていうのをいつもこう心に念じながら野営地に行くと、まあ、結構いいんじゃないかなということで、今回はねその後編としてはですね、野営地でもしクマさんに出会っちゃったという時の対策、どうすればいいのか、どういうふうに逃げればいいのかっていうこともねちょっと含めてお話ししていきたいと思います。で、一応ですね僕が想定しているのはこれね場合によりますよ。本当にクマの気質にもよりますし地域にもよると思うし状況によるので、これが全部全てではないと思います。なのでそれはねご自身の判断でちょっと野生の勘を信じて行動を起こした方がいいと思うんですけど、一応念頭に置いてるのはまず最初クマがね遠くに見えて自分のことに気づいてるのか気づいてないのかわからないけど、なんか斜面の上の方を歩いてるみたいな時っていうのは僕はもうそろっと静かに後ずさりをするようにしてます。やっぱ、気づいてるかもしれないけど気づかないふりしてるみたいなこともあるんで、あえてこう威嚇しちゃうとねなんかちょっと興味を持ってこう降りてくるクマもいるかもしれないので、そういう時はまあ静かに撤退しましょうと、後ずさりでね、必ず、それでまあ撤収しましょうということで、で、もう一つのパターンはやっぱそのちょっと気づいてると相手は、でもちょっと遠くにいるみたいな。で、ちょっとこっちを興味深そうに伺いながら、まあ、近づくのか近づかないのかわからないんですけど、ちょっとこっち見てるぞっていう時。っていう時は、もう気づいちゃってるので、なので、ちょっと威嚇めの声を出して、おい、おい、おい、みたいな。来んな、ああ、みたいな。声を出しながら、後ずさりをするって、これも後ずさりなんですけどね、なんか滑稽ですよね。すげえ威嚇してるのに逃げてるみたいなね。これ街でヤンキー相手にやったらなんかこいつなんだみたいな、チキンかみたいな風に言われるかもしれないですけど、まあまあまあ僕はブレイキングダウンみたいなことはしたくないので、別にそれでもいいと思ってます。はい、逃げるが勝ちです。はい、でまあそういう時はまあそういう風にしようかなと僕は思ってます。で、もう一つ、抗戦しなきゃいけない時というか出会い頭系ですね。で、ちょっともう相手も威嚇しちゃってるみたいな時で近づいてくるみたいな時っていうのはもうねやっぱある程度戦う覚悟を取らないといけないと思うんですよね。それで弱腰になると良くない気がするんです。なんかまあ僕も結構ね昔家で犬飼ってたりとかね、結構もうでっかい犬飼ってたりとかした時もあったんですよ、実家の方でね。そういう時にやっぱ思ったのは、やっぱ犬ってね怖がる人のところによく行くんですよ。
っていうのがやっぱなんとなく分かってる。だからまあ多分同じような感じでちょっとビビってうわーみたいな、こうわーみたいな、こうなんかちょっとなよなよしてる人のところにはちょっとこう行きたくなるみたいなところはな、多分野生動物にあると思うんですよね。なんでやっぱある程度気をしっかり持つ、おいみたいな、来るのは来てみろみたいな、来てほしくないですけど、あのこっちはもうなんかちょっともう覚悟してんぞぐらいの目つきでこうにらみつけながらやるとっていうことも結構一つ大事なことだと思ってますんで、なんか本当にそういうもう出会い頭で、あやべえなみたいな、もう距離そんなにないみたいなね、本当に数メートルぐらいのところにいるっていう場合はやっぱ結構威嚇したりとか、まあ木の棒とかがあればこう音でこう地面をバンバンバンって叩きながらとか、ブンブン振りながらとかっていう風に結構威嚇のポーズというかね、自分を大きく見せるみたいな感じで、あの威嚇しながら、まあそれでもやっぱ後ずさりではあるんですけどね、うん、後ずさりをしながら、あのまあ逃げてくださいと、まあ僕はそういう風に想定しますよという感じですね。あと一応もう本当にもう交戦状態にあるというか、もうこう要はガシって感じですよね。こう愛し合おうぜみたいな感じでこう来られてしまったら、もうやっぱそこはある程度こう戦うしかないと思ってますんで、なんかやっぱそのいろんなサイトとかを見ると、まあその行政系のねページとか見てみると、まあうつ伏せになってこう首を守るみたいな体勢、これが正しいというふうに言われてることが多いです。あのこれは僕もね正しいと思うんですけど、これ本当に最終的にどうしようもなくなった時のことだと僕は思うんですよね。あの倒されちゃってもう地面に、でもうどうしようもね、何もこう武器も何もない状態でもう過ぎ去るのを待つ最終形態だと僕は思ってますんで、それはそれでいいと思います。だけどその前に多分やることはあって、そういう時にあの僕は想定してるのはザックを縦にする、まずはザックとかを縦にしてこう引っかかれないようにできる限り、あのでそれで少しずつこう威嚇しながら逃げる、まあその逃げても多分もうザックにね行かれてる時はもう結構興奮状態にあると思いますんで逃げ切れないと思うんだけど、でもこうザックを盾にして身を守る。でその次は多分ねザックにこうある程度興味を示すと思うんですよ。多分中にあの食料とかね匂いとかも、匂いが出るものとかもあると思うから、なので最終的にはもうザックを置いて身代わりにして、で興味を取られてる間に、まあ、ある程度早めの、 あの後ずさりで、まあ、その場を離れるっていうことをしようかなと僕は思ってます。でまあそこでザックを置いてさらに近づいてくるときはもうまたさらに一線を交えなければいけないと思いますね。できれば木の棒とか長い棒とかがねあると結構牽制できると思いますんで、あのこうね突きながらやってあげればいいと思うんですけど、で最終的にもう無理だなと思ったら、まあこういう姿勢ですよね。首元守ってこうねね土下寝みたいな感じですね。土下寝の首元守る番みたいな感じで、あのひっくり返されないようにね。結構足は開いた方が良かったとかって言ってたかな。あのゴロンってやっぱひっくり返されちゃうらしくて、その時にねこうやっぱ急所を狙われるのでね、あの背面よりも正面の方が結構人間柔らかかったりしますんで、そういう時にちょっとこうひっくり返してくるみたいなこともあるらしいので、なので確か足を広げてあのひっくり返されないようにこう大の字みたいな感じですね。こう大の字になってこうね、やってあげるのがいいんじゃないかなっていう風に、その何段階かね、こう想定しながら、実際はそこまで多分できないと思うんですよ。ビビりすぎてうおーみたいな感じで、もうなんか心臓止まるかなぐらいになっちゃうかもしれないので、そこまでできないかもしれないんだけど、でも一応想定しておくことによって、まあ避けられる事態っていうのも中にはある可能性がやっぱ生まれてくると思うので、まあちょっとそこもね、あの皆さん参考にしていただいて、あのご自身がクマに出会った時はこうするんだっていう風にね、いろいろ心に決めながら、自分ルールっていうのを作ってね、山に臨んで、クマには臨まない方がいいと思うんですけど、あえてね、あの野営地だったりとかキャンプ場だったり、まあ、キャンプ場でも今クマ出てますからね、結構ね市街地にも出てるぐらいだから、まあ、もし出会い頭、まあ、特に田舎にお住まいの方とかはね、ちょっと想定しながら生活しておいていただけるといいんじゃないかなと。まああれか、九州とかはもうクマ出ねえのか。あ、そうだったね。あの僕も九州人だったんですけども、だいぶ東京が長いので忘れちゃってましたけど、もう九州が確か月の上熊とか絶滅してましたよね、確かそうだったと思う、九州の方安心ですね。よかったよかった、帰ろうかな地元。
まあいいか。はい。そういう感じで今日はですね、僕が、いつも想定しているクマ対策、まあもしくは交戦した時、もうね、スクランブルが起きた時にもう緊急事態にどうするかっていうね、想定も含めてですね、対策を今日はお話しさせていただきました。出会わないことが一番なんだけど、まあうん、そういう時はあるよ。はい、はい、ということで今年最後のウェブルーレットになりますかね。今回は、沈坊八重くん、ナチュラルキャンプさん、岩波ミケロさん、セローさん、マックさん、今町会議さん、伊助さん、丸さん、駅ちゃんさん、ザ八重くん、このメンバーでちょっとウェブルーレットの方やっていきたいと思います。まあね、ちょっと来年そうだな、まあいろいろね、新しいステッカーだったりなんだり、プレゼントの方も考えていきますので、はい、今ちょっとこの2種類ですね、この2種類、あ、落ちちゃった、はい、こちらですね、この2種類、どちらか選んでいただく形になりますので、ではウェブルーレットいきます。2023年最後のウェブルーレットスタート。お、音がめっちゃでかい。さあ、どなたに当たるかな。てれーん。お、今年の最後のウェブルーレットはセローさん、おめでとう。はい、今年もですね、皆さんに支えられて、まあ、矢野やアウトドアもね、いろいろ成長を遂げることもできました。まあちょっとね、今年はギリギリ間に合わねえかなっていう感じではあると思うんですけど、来年こそは、来年の最初の方こそは登録者1万人目指して頑張るぞ。はい、まあ、目指すっていうか、まあまあまあほぼほぼあの来年の頭最初ぐらいにはね、いけるとは思うんですけど、そしたらまたいろいろね、あのチャンネルの幅も広がってくるでしょうし、皆さんに還元できるものもね、多く出てくると思いますんで、今年はそうだな、なんかいろいろアパレル関連の帽子作ったりなんだりはできたんだけど、オフ会っていうのがちょっとできなかったな。うん、結構僕自身も忙しかったりなんだりしたので、まあ来年はこそは何かしらイベントを打ちたいなとも思ってたりはします。うん、まあまあなんとかね、皆さんのいろんな温かいコメントのおかげで僕も、あ、動画やらねばやらねばつって、まあまあそんな苦しい感じではないんですけど、あの待ってくれてる人がいるっていう風にね、まあ、あのお世辞でも言っていただけるのはありがたいことではありますので、まあ、どんどんこれからもコメントだったりね、メールの方とかお待ちしております。どうかな、いや今年はもう動画出せるかな、出せればいいんだけど、出せなかったらごめんなさい。うん、ということで一応ね、あの良いお年をと言わせてください。はい、ということで皆さん来年もよろしくお願いします。では良いお年を、矢野屋の厨房がお届けさせていただきました。では皆さん、バイバイ。